視聴者の方と LINE してて、また来てね、同じようなことを僕と思った人がいて、要は昨日かな、ザ・マッチってあるじゃないですか、世紀の戦いって言われたね、格闘技ですよ、地上波でやんなかったやつ、那須川天心とね、タケルですよが、まあ戦って、まあ那須川天心が勝ったみたいですけどね、それに見に行ってる人たちがまあまあまあ豪華だったというやつですね。で、僕はまあ最初に言っておきますが、何を言いたいのか最初に言っておきます。タケル君とかがね、まあいわゆるタケモネですよ、タケモネとかがああいう場所にいなくてよかったなって話をします。なぜかっていうと、もしかしたらまあいろいろあるのかなと、タケル君がいろんなこと考えてるのかなと思いつつの話です。まずね、これ僕が目についたのはこれですよ。現在活動休止のロックバンドラッドウィンプスのギタリストの桑原明ですよ。ラッドウィンプスが格闘技イベントザマッチを訪れていたのね。今休止中なのにね、これね、まあ、ガーシーによく出てくるクワですよ。あのガーシーと一緒に会社をやってた、しかも佐藤健君とねバーを一緒にやってるっていう噂のクワですよが見に行ってたのね。しかもレオナ・ペタス戦の時にロックバンドワンオクロックの僕はタカの隣に黒マスクで観戦するクワも姿を見た。タケル君仲良しチームですよ。で、ガーシーチームですよ、これは。だから、タカとクワが一緒に座ってたと。イベントにはメンバーの野田洋次郎も訪れるなど、多くの著名人が参戦していると。桑原は、昨年の9月に元モデルの20代の女性と不倫が文春で報じられたと。本人は深く反省し、今後の活動及び処遇について何度も協議を重ねた結果、桑原活動休止することになっておりますと発表を。ラトインプスを応援してくださる皆様、ご心配とご迷惑をおかけしましたと、誠に申し訳ございませんでしたと言っているってことですよね。まあ、そういう今、不祥事を起こして、しかもガーシーでまた名前がいっぱい出てきて、クワが見に行ってた。しかもタカと一緒ってことね。でね、そうそうたるメンツが行ってたんですよ、ここには。世紀の一戦を目撃すべくリングサイドには著名人が多数集結。中継するアベマがメインイベント前に、テロップで紹介したのは次の18人。まあ、18人って、長嶋一茂さん。まあ、長嶋一茂さんは、もう格闘技好きだから、まあ、これはいいですよ。普通に。自分もやってますからね。市原隼人さんもなんか格闘技やってそうですけどね。武井絵美、EXILE 高弘。これ夫婦ですね。あ、まあ、ガンちゃんね。EXILE のガンちゃん、岩田。三浦翔平。まあ、三浦翔平さんね。ここはもう、タケル君仲間ですよ。ローラ。行きそうですけどね。ローラ、今、日本にいるんですか？どこにいるんですか？で、桑原明、ラドウィンプス、タカ、ワンオクロク、で、山本まりか、横浜流星、須田まさき、井口おさむ、キングヌーですね、これね。堀米優斗は、那須川天心のね、親友ですからね、さあ見に来ますよね。平野歩夢、まあ、ここら辺はみんな仲いいんじゃないですか、アスリート仲間。野田洋次、ラドウィンプス、増田翔太、これなんだ、野村なんとか知らない、この人。なんかそういう著名人がね、まあ要はガーシーとかと騒がれてる人も多いですよね、これってね。ワンオクタカとかね、ラッドインプスクワとかね、三浦翔平とかね。で、なんかやっぱ、まあスケジュールの都合もあるのかもしれないですけど、なんかここに行くのってちょっとね、僕は芸能人として結構マイナスなんじゃないのっていうふうに思ってて。で、有吉もそんなこと言ってたんですよね、これね。ザ・マッチ翔太が拒否したと。有吉がラジオで、語ったんですね。リスナーからメールで、このイベントにね、ザ・マッチにね、菅田将暉が来場したと知ると、有吉は、地上波では放送がなくなったんですけど、僕も地上波でやる時だったかな、見に来ますかって話をもらったんですよ、と告白。チケット代がね、300万なんですよ、と。300万するんですって。すごいですね。前の席など。だから芸能人が座る席300万、そこを無料で入れてくれるってことです。ゲスト席ありますからって言われるけど、それ映るんでしょって言ったら、そりゃ映りますって言うから、絶対キャンセルしますってやり取りを再現したと。続けて、だってさ、菅田将暉くんに悪いけどさ、俺ああいうの嫌なんだよ。自分が試合見てても芸能人の映像映るじゃない。まさに今回映ってたんですよね。あれちょっと恥ずかしいじゃん。どういう顔していいかわかんないじゃん。解説とか裏方のレポートとか仕事があって、端の方に座っているならいいけど、招待客でテレビ放送あるのに一番前にいるって俺、ちょっと恥ずかしいよと。素直な気持ちを取る。
さらに、そりゃ俺がジャッキー・チェーンとかアーノルド・シュワルツネッガーだったら堂々と座って取ってくれよってなもんよ。しかし有吉がさ、キックボクシングとかボクシングのリングサイド最前列で真面目な顔して座ってたら恥ずかしいだろ。見てる人思うよ、邪魔なんだよ、リング映せバカがって。しょうもないよ日本は。あれ外国人だったらアルパチーノだけどね、日本とだと有吉かって、ハンカー買うだけだよと徐々に語気を強めた。まさに僕はこれ有吉が言うこと正しいと思ってて、なんかやっぱいやらしいじゃないですか。ショコタンなんかもね言ってたんですね。ショコタンはねライジン好きですからね。でもあのリングサイドにいるとなんかセレブ感が出るんですよね。でなんかちょっといやらしい、なんだろうな、なんか反射っぽいセレブ感が出るんですよ。半グレっぽいっていうんですかね、反射か異性力みたいなね。まだプロレスだったらいいんですよ。ああいうあのガチの格闘技ってなんかこうね、まあ好きですけどね、テレビで見てる分には好きですけど、妙になんかセレブ感もあるね、タレントさんがね行ったりしてんのね、映されるとね、なんかこう嫌悪感があるんですよ。だから僕はそこにまあこういうメンバーがね行ってたでしょ。しかもそのガーシーとかと絡んでるようなメンバーがこう来てるから、いやタケル君がいたらやだなと思ったら案の定いなくてよかったと。タケモネはねそういう場所に僕は行かないでほしいなと最近思うんですよね。まあその話またしようかなと思うんですけど、タケル君自体の考えてんじゃないかなってちょっと思うんですよね。人間好きやよね、今後ね。多分今回のでいろいろあったと思うんですよ、自分なりにも。タカとかあんま考えてないじゃないですか。まあもともとタカはロックなんで、俺はロックだからいいんだよ、俺が良ければいいんだよみたいな感じかもしれないですけど、やっぱりタケル君ってね、別な YouTube でもね、 YouTube なんかでもほら、あの俳優として失うものが大きいかもしれないっていうね、その一俳優として失うものが大きいと思ったらそこ避けるっていうようなね、ちゃんと考えてる部分があるので、自己プロデュースっていうんですかね、自分の身の安全をか、もうかなり石橋を叩いて割るようなところがあるので、多分今までやってイメージが悪いなって思ったことはちょっと最近避けてる感が僕はなんか見えるという感じで、案の定こういうマッチとかっていうところに僕はいなくてよかったなというふうに思ったと、そんな話です。